は？どうしたんだ、霊夢。あ、マリサ。実は、考え事をしていたの。考え事？珍しいな。私たちは宇宙規模で考えたらちっぽけな存在だなって。随分とスケールの大きい話だな。宇宙規模で考える問題なら、面白い話があるぜ。宇宙の話なんて珍しいわね。マリサ、物理も得意なの？まあ物理はそれなりかな。今からする話は宇宙と数学を絡めた問題、その名も三体問題だ。三体問題？ダブルバトルじゃ飽き足らずトリプルバトルしたいってこと？ポケットなモンスターの話じゃないぞ。三体問題とは、三つの物体の間で及ぼし合っている運動のことだ。三つの物体は三つの天体だと思ってくれて構わないのだが、この三体問題は数学的に解けないと言われているんだ。そうなの？でも天才の霊夢なら解けるかもしれないから、一応説明してほしいわ。では今回は三体問題について、宇宙の話を交えながら解説していくぜ。お願いします。三体問題を考える前に、まずは一体問題について考えていこう。一体問題ということは、物体が一つしかないってこと？その通りだぜ。ありえない話だが、宇宙に一つしか天体が存在しないと仮定する。広大な宇宙に地球がたった一つポツンとある状態ね、ロマンチックだわ。この唯一の天体がどのような運動をするか考えていくぜ。この一体問題を解くために必要な知識がある。まず一つ目がニュートンの運動方程式だ。あ、なんか聞いたことあるかも。高校の物理基礎で履修する内容だぜ。M を質量、A を加速度、F を力としたとき、MA イコール F が成り立つ、という方程式だ。思い出したわ。先生にまあ不思議で覚えろって言われた式ね。そんな覚え方する人もいるんだな。次に、二つ目が万有引力だ。それはさすがに知っているわ。マリサに万有引力が働くって言って抱きついたことあるわよね。それはただのセクハラだ。でも、あながち間違いではないんだよな。万有引力とは、この宇宙上なら全ての物体は互いに引き寄せられる作用を及ぼし合っている法則のことだ。式で表すとこんな感じだな。ちなみに、M は二つの物体の質量、R は二つの物体の距離を表している。G は何者なの？ G は万有引力定数という定数だ。まあ、とても小さい数字なんだがな。で、この二つの式でどうやって一体問題を考えるの？万有引力の式を見てくれ、二つの物体の質量に比例するのがわかるだろう？そうね、でも今回は物体が一つなのよね？そう、他の天体が存在しないということは、二つ目の物体の質量がゼロになる。つまり、万有引力が働かないということだ。へぇ、天体が一つしかなかったら、その天体に力は働かないってことなのね。霊夢、慣性の法則は知っているか？知ってるわ、バスが急発進したら後ろに倒れそうになるあれよね。ああ、その通りだぜ。止まっている物体に力を加えなければ、そのまま止まり続ける。動き続けている物体に力を加えなければ、そのまま動き続けるという性質があるという法則だ。じゃあこの物体は力が働いていないから、静止するか、同じ速さで動き続けているってことかしら。そういうことだな。これで一体問題は解決ね。次に、二体問題について考えていくぜ。二体問題ってことは、宇宙には二つの天体しかなくて、それらの天体に働く力を考えるのね。ああ、そしてこの二つの天体には、万有引力以外の力は働かないとする。今回は質量 M の天体1と、質量 M の天体2で考えていくぜ。二つの天体の距離を R とする。そうすると、この二つの天体の間に働く万有引力はこのようにかける。公式に当てはめたって感じね。そして、それぞれの加速度を A1、A2 とすると、それぞれの天体に働く運動方程式を考えるとこうなる。しかし、この F を解こうとすると、未知数 A1、A2 のせいで、連立微分方程式を解かないといけないんだ。で、連立微分方程式？ぶ、体調悪くなってきたわ。霊夢と違って体調に影響が出なかったニュートンは、近似を使って解こうとした。彼は小さい天体2の質量 M を無視したんだぜ。え？そんなことして大丈夫なの？太陽と地球で考えれば、地球の質量を無視できるほど太陽の質量の方が圧倒的に大きいんだぜ。地球の何倍も大きい太陽、私たちは本当にちっぽけね。M イコール0になるということは、F イコール0、つまり M の天体は万有引力を感じないということだ。つまり、天体1は不動の天体とみなすことができる。不動の天体、なんだかかっこいいわね。そうすると、運動方程式が一つになる。さっきよりは単純になったわね。これでも解くのは大変なんだが、エネルギー保存則やら何やら使って頑張って解いたら、楕円起動することが分かったんだぜ。確かに宇宙を図で表すとき、楕円状に書かれていることが多い気がするわね。でも近似してるから正しい解ではないってことよね。そんなので学者は納得するのかしら？そこで諦めなかったのがベルヌーイだ。彼曰く、厳密には天体の共通重心を一つの焦点とする楕円起動上を動くらしい。日本語でOK。まあ簡単に言うと、二つの天体は共通重心を中心として楕円上を回っているっていうイメージだな。共通重心のところに針を刺して紙を回す感じね。ただ、太陽と地球の場合、太陽が重すぎて共通重心がほぼほぼ太陽側にある。だから、太陽を焦点としてもそこまで問題なかったのね。
すごく大変だけど、2体問題は解けた。じゃあ3体問題はどうなのか？さっきと同じ要領でできないのかしら？では実際にやってみるぜ。先ほどと同じように定義しようとするとこんな感じになる。万有引力が3つあるのね。もちろん運動方程式も3つ書くことができる。頭痛が痛いわ。このままだと3つの連立微分方程式を解かないといけない。大変そうだしやりたくないけど、それじゃあ学者は諦めないんじゃないの？ああ、多くの学者たちは頑張って計算で解こうとしたんだ。でも、この式を方程式などを使って厳密に求めることはできなかったんだ。え、どうして？天体1の加速度に対する数式を求めようとすると、それ以外の天体2と天体3の位置や加速度も絡んでくるんだ。天体1の式を求めようと天体2、3の式を使うけど、その2つの式もわからないってことね。天体2か天体3から解くことはできないの？天体1と同じ理論で、他の天体の未知数に影響するんだぜ。厳密に言うと、自由度18に対して積分の数が足りないから、求積不可能なんだ。日本語で OK。ざっくり言うと、求める変数が18個に対して方程式の数が10個しかないから、求めることができないってことだぜ。ざっくり言えていないわよ。例えば、変数が X、Y、Z の連立方程式を解こうと思っても、方程式が2つしかなかったら、厳密な解を求められないだろ？なるほど、確かにそれは難しい気がするわね。でも、さっきみたいに近似でなんとか解けたりしないの？さすが霊夢、それを最初に考えたのがオイラーだぜ。聞いたことあるわ、有名な人よね。オイラーは円制限3体問題を考えた。M1 と M2 は十分重いけど、M3 は無視できるほど小さいと仮定したんだぜ。容量はさっきと同じね。そうすれば M3 に関する万有引力は考えなくて済むから、M1、M2 のみ考えればいい。あれ、これって2体問題になったんじゃないの？その通りだ。この時、M3 の方程式の解は存在するのかどうかを考えていくぜ。ここまで来たらあとはさっきと同じなんじゃないの？それがそうでもなくて、3体問題を2体問題にしたところで解くのはとても大変だったんだぜ。気になるなら後で実際にやってみることをお勧めするぜ。遠慮しておくわ。解くのが大変だと思ったオイラーは、もう一つ仮定を置いた。それは3つの天体が常に直線上に並び、お互いの距離が一定という仮定だ。距離が一定ってことは、動くなら円運動するしかないんじゃないかしら。霊夢、本当に度分形か？その通りだ。3つの天体の共通重心の周りを同一周期で回るような解があるかどうかを考えたんだぜ。で、結局あったの？ああ、天才のオイラーは答えを導き出した。天体1と天体2の間の距離を A、天体2と天体3の距離を B とすると、この A と B の距離の比がある5次方程式を満たすとき、解は存在することを証明した。へえ、思ったよりもシンプルになったわね。これをオイラーの曲線解と呼ぶ3体問題で初めて与えられた解だぜ。これに続いてラグランジュが制限3体問題を考えた。ちなみにラグランジュはオイラーの弟子だぜ。最強の指定ね。ラグランジュは3つの天体のお互いの距離が等しく常に一定という仮定を置いた。等しく？ってことは、こんな感じかしら。ああ、つまり正三角形の形になるはずだ。この3つの天体が重心を中心にして運動する軌道を考えた。これを方程式で解いていくなんて随分と骨が折れるわね。これを解いていくと、円運動する天体の速さがある条件を満たすとき、解は存在することが分かったんだぜ。やるわね、ラグランジュ。これをラグランジュの正三角形解という。さあ、ここまででオイラーの曲線解とラグランジュの正三角形解を説明してきたが、実は面白い座標点が明らかになった。面白い座標点？一体どんな点なの？その名もラグランジュ点だ。やるわね、ラグランジュ。ラグランジュ点というのは、円制限3体問題の5つの平行解を指すんだぜ。日本語で OK。具体的に説明していくぜ。まず、円制限3体問題における天体1と天体2という2つの天体がある。これは円運動しているはずだから、天体2の運動方向を矢印の向きとしておく。質量が無視できるほど小さい天体3が存在する軌道はどこか考えていくぜ。一つはオイラーの曲線解だ。天体1、天体2のオイラーの曲線解は L1。そして天体3が加わったことにより、天体1と天体2の直線上に L2、L3 が存在する。もう一つはラグランジュの正三角形解となる L4、L5 だ。天体1と天体2を通る正三角形になるような点のことね。この5つの点をラグランジュ点と言うんだ。ただし、L1 から L3 は不安定な点だと言われている。不安定な点ってどういうこと？ちょっとしたズレによりどんどん遠くに行ってしまうっていう感じだな。じゃあ L4 と L5 は安定しているの？いや、正しくは安定な場合が存在するっていう表現になるな。安定っていうことは、少しずれたとしても遠くに行かず、その付近に止まっているのね。ああ、これは天体1と天体2の質量の比によって、安定か不安定か決まるんだぜ。でもこれってかなり限定的な条件下で導いた答えよね。実際の宇宙では適応しないんじゃないかしら。では現実の宇宙で、このような天体の配置が存在するか確認していくぜ。先ほどと同じように地球と太陽で考えるぜ。天体1を太陽、天体2を地球って感じね。ラグランジュ点は図の通りになる。あら、L1 と L2 はかなり地球寄りになっているわね。地
地球と比べて太陽は質量が大きいから、こうなってしまうんだぜ。そして、実際にこのラグランジュ点に天体がないか観測が行われた。何かあったら感動ね。でも、今のところ何も天体は見つかっていないんだぜ。あらそうなの、残念だわ。しかし、このラグランジュ点を利用しようという考え方があるんだぜ。それは賢いわね。例えば L1 は月の軌道よりも外側に存在する。つまり、太陽との間に地球も月も存在しない点だ。だから、太陽観測に利用できるんじゃないかと考えたんだぜ。なるほど、それは明暗ね。実際に、双方やウィンドといった太陽観測衛星がここに配置されて今も飛んでいるんだぜ。次に L2 は常に太陽光が地球によって遮られる点だ。だから、微弱な光を捉えるのに利用されている。ここにもジェームズ・ウェッブ望遠鏡という宇宙望遠鏡が置かれているんだぜ。でも、L1 と L2 は不安定な点なのよね。そんなところに衛星なんて置いちゃって大丈夫かしら？ああ、だから3週間に一度補正しているらしいぞ。それななかなか骨が折れる作業ね。最後に L4 と L5 だが、今回の例だと安定した位置になる。安定になる条件があるの？ああ、2つの天体の質量比が25分の1以下であれば安定すると言われているんだが、太陽系の惑星は太陽より1000分の1ほど軽いと言われているから、太陽系の惑星と太陽は全て L4、L5 は安定なんだ。太陽の大きさが際立つわね。次は太陽と木星で見ていくぜ。実は太陽と木星の間のラグランジュ点 L4 に、小惑星があることが判明したんだ。やるわね、ラグランジュ。この小惑星はラグランジュがなくなってから100年以上経って発見されたんだぜ。自分が導き出した点に本当に惑星があるなんて、感動しちゃうわね。この小惑星はアキレスと名付けられた。その後、このラグランジュ点の周辺に多くの小惑星が見つかったんだ。え？思ってる100倍密集してない？ああ、L4 と L5 付近に4000個以上の小惑星が見つかったそうだ。L5 の小惑星はパリスと名付けられたんだぜ。ギリシャ神話で有名なアキレスとパリスね。この4000個以上の小惑星の集まりをトロヤ群と呼んでいる。かなり制限をかけて導き出した点なのに、惑星が見つかるなんてすごいわね。さて、話を3体問題に戻そうか。魂が宇宙まで飛んでいたから、そろそろ地上に戻すわね。1889年、求める変数に対して方程式の数が足りないという理由で、3体問題は解けないということはすでに判明していたんだが、厳密な形を求めることが不可能なら、級数展開で求められないかという検証問題が提起されたんだ。日本語で OK。つまり、厳密に求められなくても、違う表現で求められないか？と問題設定を変えたんだ。ふーん、とりあえず話を聞いてみようじゃないの。この話をする前に、無限級数について説明しておこう。無限級数とは、無限に続く数列のことだ。基本的には、無限に続く数列の和を考えることが多い。え？無限に続くなら、そんなの和を求められないじゃない。ああ、だからまず有限の N 個の和、これを部分和と言ったりするんだが、それを求めてから、その極限を求めるという考え方を使うんだぜ。後から N を無限大にするということね。これは大学数学で学ぶテイラー展開などが挙げられる。でも、この無限級数が一体何の関係があるっていうの？この無限級数を使えば表せる、つまり、違う手法で解けるかもしれないと考えた。しかし、フランスの天才数学者、ポアンカレは無限級数を使っても解けないことを証明した。今日の話は偉人が偉人すぎて偉人だわ。霊夢が何を言っているかよくわからないが、話を進めるぞ。ポアンカレは平面上の制限3体問題を考察した。ある物体の運動と、その運動に従う物体の位置を級数で展開し、有限個の級数で止めたものを比較した。ギリシャ語で OK。つまり、実際に測った数値と、級数で近似した数値を比較したということだ。なるほど、それなら日本語でもわかるわ。どの時刻においても、元の関数と無限級数で表したものが一致する状況を一様収束と呼ぶんだが、ポアンカレは平面上の制限3体問題に対する解を級数表示すると、その級数が一様収束しないことを証明してしまった。やるわね、ポアンカレ。一様収束する解が存在しない場合、近くの異なる2点から出発した2つの物体の運動は、ある時点までは似ていても、長時間経ってしまうと離れてしまうんだぜ。それまで科学者たちは、その運動方程式に対して、常に蓄次解や級数解が存在するものだと信じ込んでいた。どうにかして解けると信じきっていたということね。これが3体問題は旧石法でも無限級数を使っても解けないと言われるゆえんだ。じゃあ結局3体問題は解けないってこと？そうとも言い切れないんだ。ポアンカレは3体問題の解が構成不可能という主張はしていない。あくまで正確な無限級数の解は存在しないと言っただけなんだ。じゃあ他の方法なら可能性があるってことね。ああ、だがこれらの手法以外の解法があるかどうかは、未だにわからない。400年以上の未解決の問題なんだぜ。宇宙規模で考えてもなかなか解けない問題、どこかの天才に解決してほしいわね。ということで今回は、3体問題について解説したぜ。これで宇宙の豆知識が一つアップデートされたわ。それは良かったぜ。でも疲れたから、一旦ここで退散するわ。3体だけにね。
皆さん地獄の空気でさようなら。好きなあの子との間に万有引力が働いている人はチャンネル登録お願いします。最後までご視聴ありがとうございました。